メジャーのサンデーバックナインにじわりと巻き返した渋野ひな子は最終日に4バーディー2ボギーの69でプレートータルイーブンパーに戻し51位タイでフランスでの戦いを終えた初日から苦しんだグリーン上について大会を中継するワウワウでは今日も良くなかったと不満を語ったそれでもショットについては好調をキープし31パットをカバー 最終日のフェアウェイキープは13ホール中12回、パーオンは14回と高水準だった。裏街道からのチャージを目指した中、13番、17番でボギーを喫して交代。だが、2オンに成功した18番パー5でその流れを一変させる。決めたい距離だった。バーディで行けてよかった。言い切り替えができた。と直後の1番で連続バーディ。3番。 そして最終9番では2メートルのスライスラインを決めて0まで戻した3サ,サムだったこの日は勝つ南と同組でプレーともにエビアンカラーらしいピンクと赤の服に身を包み前戦のダブルス戦ダウ選手権でのチーム H&M ひなこ＆南を彷彿とさせた勝はトータル7オーバー63位タイで終えたが 談笑しながら共に笑顔を見せた日曜日でもあった。お互い苦しい4日間だったと思うけど、楽しく回れたし、来週に向けてお互い頑張ろうという感じ。米本土に移動して今週の、デーナオープンに出場する。オハイオ大会には米ルーキーだった2022年から出場し、これが3度目。過去2回は共に予選落ちを喫している。蒸し暑いイメージがある。 時差もあるので体調に気をつけながら4日間を戦えるように頑張りたい復活の2位で終えた全米女子オープンから6試合連続での予選通過そして上位争いを目指すフランスオハイオそして来週のカナダと続けば日本に一時帰国日本ツアー今季初参戦となる北海道明治カップ8月3から5日 札幌国際 CC 島松 C エビアンはいい成績が残せなくて残念ではあるけど前向きにもなれる4日間だった結果を求めながら北海道まで笑顔で駆け抜ける